まず、はい、今回は先生の作品もありますが、はい、生徒さんがメインっていうことですかね。そうですね、はい、ガラス、それから、はい、陶器と、はい、お教室はどちらの教室ですか。三好が丘 の、はい、あのカルスポカルチャースポーツセンター、あの生協の中にある文化教室ですね。はははは、今回出展をされている生徒さん何名になるんですか。7名と先生ですね。そうですね、そこのカルチャーの、はい、三好の方にいらっしゃる方全員出されてるんですね。全員ですね。全員出していただいてるんですね、はい。これは今並んでるのは大体人ごとになるんですかね。そうですね、大体1人1テーブル。あ、なるほど、なるほど。この方はこれ何ですか。ですね、これシノと呼んじゃダメですよね。これは何て呼んでいい。シノです。一応これ。一応シノですか。はい、珍しい色合いのシノですね。そうですね、下にシノの下に絵付けをしてるんですね。それ。はあ。ですからそういう雰囲気がちょっと変わってますよね。下絵で色をつけて、そうですそうです、上はシノが。珍しいこんな色を初めて見ました。そうですね。陶器の方と、ガラスの方と、あ、陶器とガラス両方やってらっしゃる方は、ね、そうですね。まあ、大概どちらかやられるんですけど、僕は陶器とガラス両方やりますので、両方やられる方も見えますね。あ、これ宝ですね。そうですね、宝の練り込みですね。練り込みの、はいはいはい、この方は練り込みがお好きなのかな。そうですね、僕自身が練り込みが好きなので、そもそもそういう作品が多くなりますね。なるほど、これはすごい細かいことになってます。そうですね、面白いですね。まあ、いわゆる、なんて言ってるんですかね、はい、一般の人に説明するには、金太郎みたいなことを考えるんですね。土がどこまで切っても同じ色が出るっていう。そういうことですね。粘土に色をつけて、そうです。はい。こう、まあ、要するに描いた感じではない良さが出るんですよね。あ、ですから、こう切った時のこういうラインがね、同じような感じの模様が。そういうことですね。でやっぱり描いた感じとはまた違う、二つ違うね、うん、そういう模様ができる。この今の練り込みの粘土につける色っていうのは、それは顔料ですね。顔料、はい、陶磁器用の顔料は僕はいっぱいいろいろ持ってるので、自分で作ることができますから、あ、それを今ブレンドしていろいろ混ぜていろんな色ができるんですね、はい。まあ、確かに描くのとこう練り込んであるのは雰囲気が出てしまうんですね。そうですね。あ、この人は絵付けが、その方のやっぱり練り込みが多いですね。あ、そうなんですね。ね、でも練り込みといっても上はちょっと絵付けをしてあったり、はいはいはい、で色がこれ違うのはやっぱり練り込んだ色なんですね。ほう、この下のこれが下地が全体がピンクに練り込んであるの、これ、はい、こっちは白が練り込んである。だから下地も色が一緒で、ただこれ型を作られて椿なんですね、幹な。でこれはおしべというか、あの花の中の部分ですね、はいはい、これは黄色で花弁とおしべの部分なんですね。先生のところ、これはガラスの展示ですね。そうですね、私は商品はガラスが多いですね。ああ、そうですか。で、まあ、発表したり、なんていうか、オブジェって言いますかね、はいはい、使えないようなやつ、それは陶器が多いです。ああ、なるほど。そうです。使えるものはガラス、それもこれ、砂に埋めて焼くんですよ。変わった作り方、豆腐の釜で焼きますから。砂に埋めて、だからこういう自然なナチュラルな模様が出る。なるほど。これ手で作れる模様ではないですよ。なるほど、なるほど。
この表面のこうザラザラとしたとか、デコボコした雰囲気っていうのは砂が作ってるんですね。そうですそうです。それ一緒にだから焼いちゃうんです、砂と一緒に。取れるんですか？あ、そういうふうなあの離型剤をちゃんと考えて。あ、そうなんです。普通は砂だとひっついちゃう。入っちゃうんですね。ひっついちゃう。それを計算しておくんですけどね。あ、なるほど。これまた涼やかな感じと、ね、ちょっとほっこりした感じとかなんですよ。あのこっち側の部分です。こっちは耐熱 の要するにおちょこですから、熱くすることもあるんで両方使える、こっちは練習なんです、ね、ちょっと違う。先生お酒大好き。酒はね酒気が多いです。ああそうですね。これ今フィッシュとかってお魚ですね。そうですね、魚のイメージが好きなんで、はい、それをよく作ってます。あ、これまた土とは違います。あの砂を入れた形と違いますね。これはもうね、ガラスの破片をねどん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 なーと並べて、でその時できた瞬間、並べた瞬間を溶かしてるんですね。だから粉でもこうバッと置いた時の瞬間瞬間がまあ、焼き付けられてる。あ、これもまたなんか面白いですね。細かいものと大きなものとの。そうそう、うん、うわぁ、これ見てる人わかるかな。ちょっと分からなくてもいいかな。こういう立体な感じ。三角のガラスの破片が下に焼き付いてるんですね。はい、わかるかな、これ。はいはい、三角形の小さな赤がですね。そうそう、ちょっとグリーンがかってるんです。で、あとはこう板状の細長いものが上にこうかぶさってるような感じで、それで焼き付けてある。溶けかかってるんでこう、で凹凸が出てるんですね、表面に。そうです。これ面白いですね。焼き付いてるんですね。あ、これも一応お魚のイメージですね、はい、ですね。ああ、なるほど。こちらかというか、これはどうでしょうか。これもね、もう全く偶然性の近い、偶然できるものに近い、やっぱりお魚の頭のイメージですね。あ、なるほど、ね、こういう下地の破片が出るんですよね、ガラス作ってると。その上にあの糊を乗せておいて、これも少し粗いガラスの粉ですね、細かい粉をバッと振るんですよ、一瞬で。そうするとひっつきますよね、糊が。それを面白いところが出たら焼き付けて、軽く焼くんです。ひっつく程度に、そうです、あんまり強く焼くと面白くなるから、シャープさなくなっちゃうからね。そうだ、そこが面白いです。こう実験的な作業が多いと。いや、でも偶然出来上がるその形というのは、はい、うね、なかなか下が作るものと違うので、でもかなり計算しないといけない。あ、そこが面白い。これはマグロですか？そうです。マグロの頭って感じね。カマですね。まあ、大きな魚の頭のイメージで組み合わせてる、ね。なるほど。こういう時、動画っていうのは立体感がわかるの で、写真だとなかなかわかんないですけど。確かにそうですね。ここはまた、これは生徒さん、生徒さん、このメリットの仕事です。面白いパターンなんだ、ね、そうですね、クッキーの型が中で分かるから、ケーキのやつで買うってね、はいはいはい、で土はこれ練り込んであるんです、色が。へえ。こんなパーツをこうバーンと置いていって焼き付けてやるの、そう、こんな感じが面白いでしょう。面白いですね、そういうやり方もあるんですね。これは先ほどの、はいはいはい、シノの、シノですね。そうですね、ちょっと特殊なシノ。ここまた色が綺麗ですね。そうですね、うん、まあ練り込みですね、練り込みで、ちょっと光の加減で見にくいかもしれないですけどね。こういう感じですね。これも自然な模様のマットで、はいはい、ね、ちょっとタイトルが違いますか。そうですね、これはあの、なんていうのかな、何回もやるっていう意味なんですけど、ロンドってあのよく、音楽のね、繰り返しっていう意味があるん
ですよ、はいはいはい、ドンドンと来ているんですが、はいはい、そのタイミングですね。要するにこういう作業を何度も何度も行うっていう意味を、まあ抽象画的なイメージですね。そうですね。あ、それとやっぱりこのガラス質ですから水のイメージが出るんですよね。ああ、そうか、水は再生ですもんね、繰り返し繰り返しですからね。そうか、あ、こちらはガラスの生徒さん。そうですね、ガラスの生徒さんですね。結構いろんな作品を作られて、彼女はちょっとこういうジョーカーを作られる作家さんでもあるんですよね。あ、それを、これはあの、なんていうのかな、シルクの材料ですね。なるほど。最初太鼓の腹というか、はいはいはい、それを材料に、ま、眉、そうです眉、眉のなんか造花らしい。ああ、そういうジャンルあります、そのことをずっとやられてます。こういうのが合うとちょうどいいですよね。なるほどね。この今ガラスの色っていうのはこれちょっと、はい、なんていうんでしょうね。特殊ですよね。ね、なんか違いますね。これもやっぱり作ってるんです。あの陶器の絵の具で。ですからちょっとガラスっぽくない色が出る。そうですね、ガラスっぽくないですね、はい、でもこう和風っぽい風合いが出るんですよ。あ、ガラスってどうしても洋食器になるんですよ。そうですね、こちらだと和食器になるんですね。これ先生が独自に考えられてる方法を生徒さんがやってるということですかね。これやっぱり砂のあれですか。そうです、こういう感じになるんですね。そうです、アクセサリーも作られてます、ね。ええ、も作られてます。大きく分けると、はい、先生のやられてるガラスは、はい、ですね、あの吹きガラスとかではないんですね。そうですね、あのキルムはグッとやってます。先ほど言われた陶器の釜で焼きますと言われたので、はいはいはい、あの気分の仕事。ははは、ね、でもヒルムワークっていうジャンルはちゃんとガラスでもともとあるんですけど、はい、その場合ヨーロッパから伝わってますから陶器のジャンルからはちょっと外れてるんです。あ、出所がちょっと違うんですね。僕は陶器の釜から入ってるので、当然陶芸のジャンル の, あのモチーフというかいろんな使い方が、はい、例えばタタライターのような処理であったりね、どことなくやっぱり陶器っぽいところが出てるんですよ。あ、なるほど、うん、そういうのっていうのはそうですね、同じ技法を使ってても、出どころが違うと、違いますよね、グループが違うので。そうです、感じがどうしてもなんかね、ガラスって言っても陶器っぽい。そうですね、陶器と一緒に並べててもなんか境があんまりない感じがしますね。あ、これ僕この練り込みよく知らないんですけど、すごいことになってますね、これ。面白いでしょ。こうこういう風になるんですね。意図的にしていくんですか。そうです、これはね、パーツがこれ4つ一つになる、一つ一つがこれが一緒なんです。なるほどなるほど。で、4分割してある。なるほどなるほど。それでつなぎ合わせて大きな1枚になってるんですね。このぐらいのタタライタを作っとくんですね、最初。なるほどなるほど。これをこう4枚に切って叩いて合わせる。非常に面白い柄ですよね。面白い柄ですね。手で絶対描けない。あ、はいはいはい。なんだろうな、ちょっと動物的な感じがありますね。あ、そうですね、ちょっとヒョウ柄で、面白いですよね。あの不規則じゃないんだけど規則的ではないみたいな。これもいわゆるその練り込みですけど、これと手法的には同じです。同じなんですね、はい、練り方というのかな。もちろん中の色を、まあ、これはブルーをしたり、じゃあ、まあ、ブラウンをしたり、こっちはこうかなりこう濃い、粗い感じですね、はい、でこっちはもうなんか本当に波のように細かくなってますけど、その練り方の違いでこういう形、練り方と最後合わせ方、それの考え方をどん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 進化させていってるんですけどね。はあ、どっちが進化させてるんですか。生徒さんと僕と両方でこうディスカッションしながらね、あの僕もなんか実験しながらやってるよ。へえ、半分どうなるかわからない切ってみないとわかんないってことですかね。そうです、そうです、あ、そこが面白いですよね。
と間的な感じですね。練り込んだ土を上に置いて、でこれは練り込みですけど、練り込みのような練り込みじゃないようなあのちょっとまた面白い技法なんです。これ生徒さんはそれぞれ私はこういうのをやりたいっていうのを、こう自己的にこう、そうですそうです、ある程度任せておくんですが、あの今度こんな型持ってきたけどどうですかって言われてね、型作りが多いです。でも練り込みだと一個ずつ違う模様出ますからね。なるほど。だからあの同じようですけど絶対違いますからそこが型作りでもあの同じにならない面白さ、でもちゃんとセットにはなるんですね。型というのはどうやって作るんですか？あの石膏型とか、はい、例えばこの前面白かったのはあのラーメン の食べた残りそういうものでも型になるんですね。ちょっと型変えればね、それ上に乗せればいいんで、へそういうの持ってこられたりね。ああそう、一緒に焼くわけではないですね。一緒に焼くわけではない。だったらそういうものでもいいですね、はい、まあ、自分が使いやすい大きさのものの型を、あこれがいいなと思えば持ってくれるんじゃない、そうです、これも論理です。これはね、やっぱり陶芸の作品なんですけど、本当のやつが植えられてるんですよ。なるほど。カキカキなんですけどね、下半分が水が入るようにしてあるんですけど、ちょっとやっぱりだんだん時間が経つともう染み込んでくるので、あ出てきちゃうといけないので、そうです、ちょっとプラスチックに入れちゃうんですけど、す、はい、実際はもうこれなくてもカキとして成り立ってるんですね。しかもこれすごいですね、これ生きてるんですね。そうです、これね何ヶ月って言ってみれたかな、あ何ヶ月か経ってるんですよ、もう根が張ってるんです。素晴らしい、うん、面白い、素晴らしい。これなんか彩りじゃないですね、作品だったんですね。これだけでも面白いですね。あ面白いですね、はい、あいい、こう植えたばっかって感じじゃなくて成長してきてる感じがすごく素敵ですね。ここは皆さんです、もう少し合わせてね、そうですね、パターンのやつを、はいはいはい、あなるほど。いやありがとうございます、先生。なんかさっきの途中でしたね、はい、なんか先生、こだわってるとかなんかありますか？うちの教室がこういうポリシーだよみたいなとか。こだわってるというかね、なるべく好きなものを作っていただきたいんですよね。あで僕の技法は もちろん僕の技法なんですけど、なるべくその作りたいものを再現できるよね。私こんなもの作りたいとか、そういうものをなるべく作ってもらいたいですね。なるほど、ね、まあ、ガラスでしたら必ずどこかに自然に溶けた状態を再現するんですね。なるほど、なるほど。どっかにそういう部分が入ってるんですよ、はいはい、それは生徒さんの作品も一緒です。なるほど。で練り込みでもそうですけど、どっかにちょっと自然っぽいところが入るんですよ。切った瞬間違いますからね。そういう、なんていうかな、どっかに偶然性みたいなところがあるんですよ。きちっと狙った通りじゃなくて、そうです、やってみて、はい、初めてこう、そうですね、そこ見えたところの、それを生かそう。そうです、そこが陶芸のジャンルに多いんですけどね、偶然性と必然性の合わせ持った作品かな。なるほど、ね、ガラスっていうと、もうもっと、はい、きちっとっていうイメージのものがたくさんありますけど、陶器、違いますもんね、すごく偶然性が多い、多いですね、景色と言われるようなものって、そうですね。それに近い作り方ですね、このガラスは。なるほど、ありがとうございます。今度、木曜日からですね、そうですね、はい、お世話になりますけれども、はい、また1週間、はい、5日間ですね、はいはい、ぜひご覧いただきたいと思っております、はい、ありがとうございました。